俳優の坂井雅人、49が主演を務める今夏最大の話題作、TBS 日曜劇場、美版と美版日曜後9.30、最終回第10話が、17日に79分拡大版で放送される。10日に第9話が79分拡大版で放送され、主人公の木遊女、坂井の幼少期と、の木の父のごうべき、 役所工事、員による組織、テントの詳細が明らかとなった。最後はの木に裏切りの容疑がかけられるという衝撃のラストを迎え、先の読めない展開のまま、17日についに最終回を迎える。最終回の予告では、ほぼセリフはなし。字幕で、時を超えた愛の行方とし、残る、二宮和也が悲しみに表情を歪めた様子で首を振って歩く。 その後方にはぼやけてはっきりとしないが、乃木かクロスの姿もある。残るの表情、仕草の理由とは何か。その正義は、悪か、の字幕で映ったのは、公安野崎森、新城幸太郎、流星良、バルカ警察の警察官チンギス、野崎の右腕ドラム、富江ドラム、4人の不敵な表情。 この四人の中に裏切り者がいる可能性を示唆しているのか続けて、愛を探す冒険の果てに、それぞれの思いが集結する宿命の結末は、としてバルカ共和国外務大臣のワニズ、川内山津が高らかに笑い、バルカ共和国日本大使の西岡栄子、断礼が厳しい表情で怒鳴るようなシーンが流れる。この相反する表情が意味するものとは、 そして、第9話の最後に父べきが刀を振り下ろしており、生死の行方に注目が集まっているの木が、お父さんと唯一のセリフを発している。これは最終話でのセリフか、それとも回想シーンのセリフか。すべての謎は、17日の最終回で解き明かされる。